本日はこちら、パイオニアの X-HM50 ということで、こちらですね、ミニコンポの方を購入してきました。8ミリの複合デッキ、こちらの方をお送りする予定だったんですが、お届けする内容を変更して、優先してやっていきますんで、ご了承ください。今回ですね、スーパーブックオフ、結構良い状態のジャンクを購入できたので、もう我慢できず、買った商品になります。パイオニアの、X シリーズ。早速行ってみたいと思います。X。それでは早速、レッツゴー。よし。よし。はい。こちらの方がですね、パイオニアの、コンポになります。こんな感じで、一応はセットで今回購入できました。なので、こちらのですね、購入した商品の詳細の方を今からお送りします。いや、本当に嬉しかったですね、これ。前からですね、欲しかったんですけど、高くてちょっと購入できなかったんですけど、今回は本当にね、こちら安かったので、本当にもう我慢できませんでしたね。なのでもう即今回ですね、動画にしてお送りしたいなと思いまして、急遽撮影してるんですけど、こんな感じですね。はい。で、なんでこれを欲しかったかというと、ちょっと理由がありまして、まあ、後ほど説明するんですけど、まあ、一旦こんな感じですね。こちらの方は、パイオニアの X-HM50 ということで、2月の18日、入荷した商品だと思います。なので、約1ヶ月ぐらいかな、の、商品なので、まあ、比較的新しい、コンポになります。コンポ、スピーカー2つ。コンポと、スピーカーが2つの、セットの商品になります。CD 再生できました。ジャンク。ということで、1430円だったんですね。スピーカーでもですね、1000円以上するので、まあ、そう考えたら本体付きで CD 再生しました。ということで、ジャンクっていうのはありがたいなと思います。まあ、どこがジャンクの決め手だったのかっていうのは、ちょっとこの、値札ではですね、読めないんですけど、まあ、リモコンとか、AM アンテナですよね。アンテナの線とか、まあ、そういったものが全然ないから、もう完全ジャンクにしてしまってるのか、まあ、状況はちょっとわからないんですよね。一旦こちらですね、どんな感じなのかっていうのを見ていこうかなと思います。このビニール、剥がしていきましょうか。こんな感じで、ビニールが貼られていました。これ、ひんむいて、いくと。で、後ろ。これ、電源のケーブルをですね、固定するために、こんな感じで、ビニールですね。はい。がついていましたね。まあ、リモコンは今回ちょっとついてないので、まあ、そんな感じになってます。まあまあ、良さげですよね。うんちがついてるとかですね。なんか毛が盛りだくさんついてるとか。まあ、そういった汚い感じもないですし、本当に、うん。傷もそんななくてですね。状態はなかなか、うん。くぅいい感じですよね。で、まあこれはちょっとシール貼られているんですけど、ここだけに、ここに傷があるとかね。そういうこともあり得るんですけど、はい。傷はないですね。うん。傷を隠されてることがあるので、はい。まあそんなことはなかったと。で、こちらですね。iPhone ドックになっていますと。スピーカーも、どんな感じかと言いますと、あ、これちょっとなんか、打痕がありました。打痕。打痕で剥げていますね、ここ、塗装が。ちょっとそんな感じだったと。うん。あえてこれは、打痕のところに貼ってないのが、好感持てますね、これね。うん。お、綺麗ちゃう？あ、ちょっと埃はあるものの、状態は、はい。ここの凹みとかもなくて、うん。ちょっと、これはバリバリに割れないタイプですね。全然。うん。もう、ツルツル。ツルピカテン。これ打痕以外は大丈夫でした。S-HM50 ということで、こちらの方がスピーカーの型番ですね。4オームになります。両方見とこうか。はい、こちらの方も、打痕はなく。はい、打痕はないですね。これも、ツルピカテンで、うん。
スピーカーエッジも破れてない。高音も大丈夫。そんな感じですね。なんか落ち着きのあるコンポだなと。な、あれ？ちょっと待って。これなんでしょうね、このボタンのパワーのところを。黒く塗りつぶされてますね、これ。これなんか怪しいなぁ。乳首ボタンみたいになってます。ちょっとよくわかりませんが、まあそんな感じだと。ちょっと清掃してみます。この清掃だけでも全然綺麗になりますね。こんな感じでもうちょっと掃除するだけで売り物になるような商品ですね。うわ、来た。くそかせ。はい。まあまあそんな感じでですね、今の汚いっていうのはちょっと別の埃があったということなんですけど、まあ一旦こちらの方はそんなに、問題のある箇所といえばこの打痕ぐらい。うん、あ、ちょっとここはちょっと待って。打痕はまあまあし、いいかな、知れてるかな。この上の部分ですよね。一箇所はここ。ちょっとなんか上からぐーっと押されたような感じがあるので、おそらくこれは上になんか荷物を置いていた可能性があるのかなというところと、あとこちらですね。これが決定的打痕になってますので、まあ、この打痕が、この打痕がですね、どういう影響を及ぼして音に影響があるのかっていうのをですね、今から音出ししつつ、ちょっと確認だけしようかなと思います。まあ、おそらく音を出すことで、まあ何かしら問題はさっとこう見極めれるんじゃないかなと思いますので、ちょっとその辺ですね、打痕の影響度を調べていこうかなと思います。あ、そうか、接続する前に、本体、これがどういう状況のものなのか。こちらの方はですね、XHM50、パイオニア株式会社の、メイドインマレーシアということですね。で、10年製ということで、2010年製になりますね。13年前ということで、まあ、私からしたら比較的新しい、デッキの方かなと思います。で、ライン入力と、で、あれ？映像出力もあるな、これ。あ、そうか、この映像出力っていうのは、おそらく、この iPhone ドックから情報を、この映像として、出すためだと思いますね。iPhone ドックに接続して YouTube を例えば見たら、その動画がですね、こっから映像出力されるんだと思うんですけど、まあそんな機能だったかなというところと、あとアンテナ端子 AM、FM ですね。こちらの方があるよと。で、線はついてなかったということと、あと、こちらですね。スピーカーのターミナル。部分になってます。ライン入力あるのはありがたいなと。まあ、ちょっと映像出力だけっていうのが、やっぱり映像の音声出力っていうのも本当は欲しいところなんですけどね。まあそれはイヤホン出力、イヤホンジャックから出力するっていう手もあるんですけど、ちょっとここですね、入力出力欲しいなっていうところが不満かなっていうところですね。まあまあそんな感じになってます。なので一旦は、まあなんか、まあ普通のコンポかなというところで、ちょっとこちらですね、つなげていきたいと思います。はい、それでは今からですね、こちら、この黒い乳首に、塗られたこのボタンですね。これを押してどうなるか。電源、オン！パワー、オン！CD リーディング、あ、ノーディスクときましたね。ちょっとなんか暗い。ちょっとね、ディスプレイが暗いような気がしますね。肉眼で見るとですね、ちょっと私の目の高度の問題もあって、ちょっと暗く見えますね。で、こちらの方。あ、よく見るとですね、このボタン類がなぜか黒くこの塗りつぶされてますね。どういうことでしょうかね、これ。
この、全部なんか黒で塗りつぶした跡がありますね。こうなんか、黒で塗った方がなんかデザイン的に良かったのかもしれないですけどね。まあ、一旦ですね、CD はノーディスクですね。じゃあ、トレイオープンしていきます。オープン！来ました。トレイ来ましたね。はい、音を聞いていきたいと思います。ちゃんと音がするか。お、あ、CD 認識しました。これ。うん。確かにちゃんと認識しましたね。くぅ、これは嬉しいな。で、ちょっと再生していきます。ボリュームは最大になってないな。CD プレイ。お、ちゃんと聞けてますね。うん。はいはいはい。あ、なかなかいい音。うん。はい、ちゃんと。うん、鳴ってますね。旧タイプの iPod をこちらにつなげていきます。ちょっとやっていきます。はい。まあ、そんな感じでですね。まず、iPod は OK でしたね。USB は、これは iPhone 繋がんのかな？あ、これはあかんか。No USB。はい、こんなやつですね。これに音楽が入ってますので、ちょっと聞いていきます。あれ？はい、バッチリ。はい、まあそんな感じですね。で、こちらですね、なんでこれを欲しかったかと言いますとですね、これもそうですし、これこれなんですよね。あ、こんな感じで3台あるんですよ。うん、アホちゃうかと思うんですけど、こちらですね、前買ったやつは、パイオニア XHM50 ですね。一緒なんですけど、CD 再生不可でリモコン欠品なんですよ。だからラジオは受信したりとか、まあ、外部入力音鳴ると。まあこれは多分、うん、大丈夫だと思うんですけど、まあ、この CD 再生ができないんですよね。X-50。これ今回買ったやつで、これは X-HM51。 ちょっと違いましたね。だからこの X- これは一緒なんですよ。 HM50 一緒なんで、そうやね、これとこれで、見極めながらですね、治るラインがピックアップなのか基板なのか、ちょっとその辺を見ていこうかなと思います。めっちゃ軽い。51はめっちゃ軽いのに、50はめちゃめちゃ重たい。めちゃめちゃ重たいですね。あ、重たい重たい。なんでこんな差があんにゃ。こちらの方はまあ CD が再生しないということなので、はい、これは黒く塗られてないですね。乳首ボタンになってないです。はい。で、CD リーディング。で、エラーコード01って出てますね。ね、あー、でもこのトレイはオープンするんですよね。あれ、回ってる音もせえへん。リーディングから何もならない。はい、はい、裏返ってしまいましたが、それではこちらですね、問題のない方ちょっと開けていきたいなと思います。で、後ろは1箇所、2箇所、3箇所、4箇所開けていきます。それでは開閉の儀をしていきます。開閉の儀。ここね、 iPod ドックがあるのでちょっと慎重に行かないといけない。
平行に行かなあかんのかな。やばいやばいやばい、なんか線が噛んでない。あ、これか。なんかだいぶ開いたけど大丈夫。お、あ、取れた。はい、なんか難しいな。上に上げてこう後ろに引いたら取れましたね。でこんな感じで配線があるので、ちょっとこれ外しとかなダメですね。これコネクターじゃないの。あ、ここ押して、これですね、ここ押してギュッとこう引っ張れば簡単に抜けましたね。なんかこのフィルムで覆われてます。うん、この辺を全部取らなあかんのか。はい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 。で、こちらの方がですね、メイン基板がこんな感じで、上に CD トレイの上にあって、でこの辺に電源関連とトランスとか、まあ、その辺が後ろにこうある感じですね。横にもですね、こんな感じで基板がみっしりありますね。 CD トレイをまず外していきましょうか。なんかいろいろ外さなあかんな。いろいろ外す必要があるんですけど、この四隅ちょっともう見えないんですけど、こことこことこことここにネジがあるので、この辺パサッと取って CD トレイにアクセスしていくと。でその前に多分前面パネルもこれおそらく取らないといけないんですよね。前面パネルを取った上で CD トレイアクセスしていこうかなと思います。まずこの辺ファースですね。白もネジがありますね。2箇所でいい。これでおそらく前面パネルは外れる。余裕のよっちゃん。両方アースあるやんこれ。ここがアースの溜まり場。よっしゃ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 。こんなところにフラットケーブルがありますので、これ外しとかなあかんの か, だから先にもうこの辺のフラットケーブル類は外しといた方がいいですね。どこでフラットケーブルにあの力かかるかわからないんで、ちょっと外していきます。切っときます。外れたっちゃうかな。よっしゃ。でこれもこれ類はええか。こういう感じでここもまあ取ろう思ったら取れるんですけどね、めんどくさいなと思って、ちょっとこんな感じで置いときます。おっと取れた。よっしゃ2箇所、ここは楽やで。よっしゃ4箇所取れました。これで動くかどうか。これで CD トレイがいけるか。けどなんかここおるで。いける?あ、なんか取れる。取れそう。ちょっとなんか噛んでないか?大丈夫かな。あ、こいつか。これが結束バンド切ったら。でどうなる。よいしょ。と取れた。やっとまだおるわ。おるわ。よいしょ。マジか。あ、取れた。仮組テストっていうのがかなりめんどくさい感じですね。この外に覆われたこれをちょっと外したいんですけど。配線がまだ線だらけやね、これほんまにもう。よいしょ。はいはいはい、こんな感じ。これはもういつものやつですよね。
で、ピックアップレンズはこんな感じになってます。こいつか。動作するかしないかっていうのを、ちょっと分かるように変えておきますね。なんか、複数の部品を、同じ部品を取り出すと、どっちか分からなくなるので、問題なし。問題なくても、ちょっとピックアップレンズ汚れてそうなので、こちらですね。清水じゃなくて清々水。こちらで、きれいにしていきます。お、きれい。めちゃめちゃきれいになりましたよ。で、どうしたら一番わかりやすいかって言ったら、まあおそらくピックアップレンズの寿命だろうというのがまず考えられるので、ピックアップレンズだけを交換してみて、それで動くかどうかをちょっと見ていこうかなと思います。で、それで動かない場合は、それ以外の場所っていうのが問題だということがわかるので、まずその見極めっていうのをちょっとしてみようかなと思います。ピックアップレンズの方を取っていこうかなと思います。で、あとは、この辺ですね。ピックアップレンズの、なんかこれセロテープ貼ってあるな。取れないように、セロテープ。ここに、こういう横のスライドがあるので、これをこう、左に押していくとですね、開いてくれると。で、ゴンベルトがここにありますね。はい。これ、外していきます。これで、ここのネジをもう外すと、この棒が取れて、ピックアップレンズ自体が多分、そのまま外れるんじゃないかなと思うんで、ちょっとそれ見ていきます。あ、フラスドライブできるか。こういう感じで、こっち側にずっと突き出してやると。こうすると、おそらくピックアップレンズが取れる。はい、取れましたね。これは確実に生きていたピックアップレンズになるので、これをですね、使って検証していきます。はい、それではですね、こちらも同じく、開閉をしていきたいと思います。開閉の上に。取れました。はい、これがダメなやつですね。おそらく一旦ですね、このダメだったこの筐体に問題のないであろうこのピックアップレンズを取り付けて、で動作するか見ていきたいと思います。問題のあったデッキにですね取り付けしていきたいと思います。こういう感じで、とりあえずネジははめないですけど、一旦こんな感じで入れていきながら、この辺のどうやって、さっきはめとかなあかんな、ここ。このまま中にスライドしていくと。で、その時にフラットケーブル類がぐちゃぐちゃぐちゃっとこうなるので、なんとか阻止しつつ、異次元の対応と。これで一旦フラットケーブル類を取り付けしていきましょうか。多分同じ近い位置に来てると思うので、こうはめてやればいけるのかなと。はい、こちらの線はですね、iPod ドックですね。それに行ってるから、それは無視していいかなと。よいしょ。よいしょ。パー！とりあえずこれで。よっしゃー！一旦とりあえず取り付けできましたんで、これで、ちょっと電源入れていきましょうか。どんな感じか見ていきます。電源オン。あ、よかった、ちゃんとつく。
て CD リーディングからエラー、あれエラーコード01、やばい、あれなんで、ああよいしょ、なんか嫌な予感しますね。 CD が再生しない可能性がある。で、CD リーディング、あ、回ってないな、音してないですもんね。はい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 、ということでこちらですね、ピックアップではないっていうところが分かりました。ピックアップならこれで解決できてるはずなんですよね。ということでこちらですね、一旦取り出してさっきの問題のないセット、ピックアップから全て問題のないものをここに取り付けてみて、でどうかっていうのを見ていきましょうか。あ、何をしてんやろな、ほんまいつもの何をしてんのかわからないシリーズになりそうです。このユニットごと交換したらもしかしたらいけるかもしれないですね。よし、こんな感じでですね、よっしゃ、できました。もう何をしてるのかもう全然わからなくなってきてるんですけど、一旦はこれでですね、また同じように取り付けしていきたいと思います。で、このユニットはもう全然問題なかったユニットとピックアップですね、これに取り替えていきます。これでですね、動かなかったらどういうことやろうな、もう完全にこの基板類が悪いっていう可能性が出てくるので、ちょっとそうなったら終わりですね。ちょっとこれね、仮組みテストができないので非常に厄介ですね。はまらへんな、嘘、あかんわ、これ部品が違う。部品が違うんですね。部品、部品、部品、うわぁ、嘘やろ。ここの部品が違いますね。345AWAH。こっちは A0 やな。なんかちょっと型番が。微妙に違う。そう。基板がちょっと違うので、問題のあった方の、ここは、この上の部分は流用しつつ、この下だけ、これだけですね、もう取り替えていこうかなと思います。ドアっけ分からへんで。モーターに問題が発生しているとすると、こいつだけでも取り替えるだけで動くようになるんじゃないかなと思っていて、ちょっとそれであればこれを取り替えてとりあえず OK なんじゃないかなと思っています。これがダメ、これがダメなんですよね、こいつね。上は元々のやつで、この中だけ取り替えてみました。はい、今ですね、取り付けが終わりましたんで、これで CD をちょっと再生して、ちょっとどうなるか見ていきましょうか。ああ、そういうこと？やっぱりダメでしたね。全く。回ってないんか。だから CD が回転がしないからどうしようもないんですよね。なんか配線がちょっと抜けてないか、もう一回確認していきます。 CD のトレイがつながる線っていうのはここなんですよね。でこれはこ
ここの基板に接続されるので、この基板を交換して動かないかっていうのをちょっと見てみようかなと思います。ここにネジが、あ、抜けた。はい。こんな感じで、簡単に取れるんですよね。うん。はい。これを交換していこうかなと思います。こちらですね。この基板も組み終わりましたんで、電源入れて、で、CD 再生すると、何やってんのかわからない動画となりましたが、ちょっとまとめるとですね、まずピックアップレンズを単純に交換して、動いてない方が動かなかったと。なので、モーターごと、交換もしてみたんですけど、動かない。CD のですね、制御基板みたいなやつを乾燥したんですけど、ダメでした。この基板が怪しいんじゃないかなというところが、なんとなく分かってきたんですけど、この基板はもうどうしようもない。もう取り付けができないんですよね。だからもう、諦めるしかないんです。はい。まあまあ、そんな感じでですね。まあ今回購入したデッキはですね、CD も再生しますし、まあ、安くで購入できたということでよかったんですけど、あと2台、まああと2台あるうち1台も、救済しようと思ってやってたんですけど、ダメだったということで、またですね、こちらの方お蔵入りになるんですけど、戻して、元の状態にして、今日はですね、終わりにしたいと思います。これ問題のないデッキを今戻しました。もともと動かなかったピックアップをこれにつけてます。それで動けばですね、ピックアップレンズ儲けもんなんですよね。あれ、動かへんわ。元に戻していきました。これでですね、元に CD 読めるようになるかですよね。あ、戻った、よかった。いやー、やっぱりピックアップレンズが悪いような感じですね。そう考えたら結局そこかい。ということですね。まあ、何をやってるのかわからない、動画に なりましたね。はい。時間だけ無駄に、過ぎゆく、まあ、今回は分解動画ということで、今日は終わりにしたいなと思います。VHS と 8mm の複合デッキですね。こちらの、途中経過もまたやっていきたいなと思っていますので、そちらの方ですね、頑張っていきたいなと思います。はい、本日は、以上になります。ご視聴ありがとうございました。またですね、チャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。回してんじゃん。回してない？回してない？回してない？回したあかんね、まあ。あ、もう。